天木市は福岡県の中央に位置していたし、2006年3月20日に朝倉町、八木町と台東合併し、朝倉市となった。福岡県の中央に位置する。市内を北西から南東へと貫く、最重要幹線道路である国道386号から南側は盆地となっているが、北側は山地となっており、特に市の北部から東部にかけては、 古書山をはじめとする600から900メートル級の山々が連なっている。この山地の一部分に寺内ダム、江川ダムがある。国道386号沿線地域のうち、市の西部の一帯が現在の中心地となっており、中心商店街や西鉄天城線、天城鉄道の駅などが立地する。市中心部から北東約8キロメートルの位置に、 九条下町の秋月地区がある。秋月地区は明治時代以降、地域の中心地としての役割を失い、人口が急減したが、現在では、筑前の小京都と呼ばれる観光地として多くの人々が訪れる。天城市の地域は、福岡市などと同じく、筑前国に属し、また、福岡を統治していた黒田市の文献による統治が行われていたこともあり、 地域圏としては普通は福岡地域圏に分類されるが、反面、市内の鉄道網が久留米方向へ向かって整備されており、久留米市を中心とする地区地域圏に含まれる要素も多い。また、自動車のナンバープレートも福岡ではなく久留米となっており、郵便番号も地区地区に多い830番台の番号となっている。天木という地域名は、 920年に建立された、天城山安長寺に由来するとされる。鎌倉時代の1203年、原田種男が幕府より、秋月省を賜り、秋月市を名乗り、以後秋月市による統治が行われ城下町として栄える。しかし1587年、九州に攻め込んだ豊臣秀吉の軍勢の前に敗れ、秋月市は、日向国高鍋に違法された。 その後1623年、福岡藩を統治していた、黒田長政の遺言により、長政の三男、黒田長公が秋月に分講され、秋月藩が成立。以後は、黒田氏による統治が、明治時代の廃藩地県まで続くこととなる。廃藩地県により、秋月県の県庁所在地となったが、すぐに福岡県に統合され、県内の一都市となった。 その後、明治政府の打ち出した政策に強い不満を抱いた、氏族により、1876年10月27日に、秋月の乱が起こった。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、高等学校中学校私立小学校私立空港は、福岡空港が最寄り、一般路線バス高速バス高速道路、一般国道主要地報道、 ありがとうございます。